高橋理香の介護ライフをご覧いただきありがとうございます。もうすぐ93歳、認知症の義父を介護しながら子育てをしています。義父は左大腿骨骨折部分の手術に向けて一時退院しました。それではご覧ください。介護タクシーストレッチャーで我が家に戻ります。まあ、2週間、うん、2週11、何日間だ、はい、2週間ぐらい入院してたのかな、今回。またちょっと久しぶりの自分の部屋になりますが、ちょっとやはりね、繊毛が強く出てるんですよね。お疲れ様でした。はい、どうぞ。でも今回は、前回の退院時よりかは元気です。ありがとうございます。じいじ、ちょっと水分取ります。これ以上起こしてしまうとちょっとやっぱり痛がるんですよね。本当はもうちょっと起こして、水分や食事やらさせたいんですが、はい、上手上手。この間の時より本当しっかりしてるね。しっかりしてる。この間の時よりしんどくなさそう。あ、そう。元気だね。あ、そう。じいじ、もうすぐお誕生日だよ。お誕生日もうすぐ。あ、そうだね。いくつになるんだっけ、じいじ。いくつになるんだっけ、何歳になるの。負けに戻る。そんなことはない。ちょっと時々ドキッてするようなこと言うのね。93歳、うん、ね。ちょっとなんか甘いもの買ってこよう、うん、後でね。甘いもの好きですから ね、 甘いものね。はい、おやつだよ。プリンです。おいしい。プリン、おいしかった。まだあるよ。あ、そう、欲しいよって。ロックオンじゃない。ロックオンだ。プリンしか見てないのこの時。かわいい。ジジ、うん、はい、水分取りましょう、うん、はい、吸ってちょうだい。おいしいよ。うん、おいしい。うん、おいしいね。サイダーだったかな、うん、久しぶりだね。うん、おいしいですよね、時々やっぱり。ここつらかろ、ちょっと昔を思い出したみたいです。ご機嫌さんやね。まあ、ご機嫌さんはいいことだ。歌も飛び出して、もうすぐ子供たち帰ってくるよ。もうちょっと待ってて、うん、おちびちゃんたち帰ってくるから。あ、本当に今回元気そうでよかったわ。今日はすごい元気でしょ、ね。そう、パワーの更新。こういう触れ合いがね、きっと元気の元にもなるんでしょうね。ちょっと変えますよ。なんか久しぶりのおむつ替えってちょっと忘れちゃうんですよね、工程とか。あれ次何やるんだっけって忘れちゃうんだけど、いや忘れちゃうものなんだなと思ってちょっとね震えました。毎日変えないとダメですね、やっぱり。うん、ちょっと手間取っちゃって。あ、そんなもんですね。はいよ。よく呼ばれます、今回も。あのね、うん、だんだんやがった。うん、
何体あった何体何が戦争で亡くなった お仲間さんのことを多分言ってるんでしょうね。どうしたの。今回はちょっと戦争のことを思い出してるみたいです。すごく切なそうな悲しそうな顔をして。何体上がったん。何か伝えたいことあるんだったら言って。上がったんだろう。この時私分からなかったんだけれど、何が上がったの。辛そうな顔してるよ。どうしたの。またなんかじゃあ伝えたいことがあったら呼んで。今ご飯の支度してるからね。義父は朝晩ずっとこうお仏壇に向かって手を合わせたんですけど、久しぶりに見ましたね。のお念仏をあげて、ねえ、もう心の中を、なかなか言葉にならないんですよね。お線香あげようね。なんか歯がやそうでした。自分でも。なんだ。リカさんに急に出た名前が、はい、嬉しい名前。やっとです。おいしい。みんなにも、本当に大変世話になって、ご苦労を重ねましたよって言うといて。大丈夫よ。ちいちはずっとここで住んでたんだけどね。ちょっとお病気になっちゃったから病院に入ってただけだから。またここで暮らせるから大丈夫よ。ね。何にも心配いらないからね。そうかね。そうよ。おじゃあ、そういうことで、大丈夫よ。今回よく拝まれました、はい、よろしくお願いしますね。分かったよ。今ご飯持ってくるよ。何にしようかなと思ってね、じいじが食べやすいものと思って、まあ手巻き寿司とかちらし寿司とか好きなんですけれど、まあでもまあ、いろんな食材を一度に取れるっていうのが、まあ、これがいいかなと思って手巻き寿司にしました。巻き寿司乗れるかもしれないじゃん。さあ、じいじが一日だけ帰ってきて、あんまり中は鶏肉と卵とあと人参の炊いたやつ入ってます。これね、巻き寿司おいしい。おいしい巻き寿司よ。何巻き寿司。本当は揚げ物とかも好きなんですけれど、ちょっとあまり無茶させられないなと思って。元気ですな。食欲はあります本当。巻き寿司見た。美味しいね。ペロって食べちゃいました。自分のこと何もできんけど、いいのよ。元気で帰ってきたね。ということで一時退院をして、それで、まあ、夜ご飯まではまあ概ね元気で過ごしていました。で、まあ一時退院といっても本当に一日なので、もう翌日にはまた再入院という形になるんですけれど、手術のために。なので、まあ少しでも体力をつけてもらおう、そしてパワーをね上げられたらと思って、まあ子どもたちもじいじのベッドに入って一緒にこう過ごしてくれたりだとかっていうのをしてたんですが、まあちょっと
夜中にも不穏なことがあったりっていうのはちょっとあるので、またそれは次回にまとめたいと思います。とにかく今は手術をの成功を祈って、そしてもしね歩けなかったとしても、痛みさえ取れてくれたらもうずっと痛がるので、それを聞いてるだけでもすごくやっぱこっちもね、もうどうしたらいいんだろうって、おむつを変えるにも体をじゃあ拭いてあげようと思っても痛い痛いって言われるともう何もできなくなってしまうのでね。そうするとやっぱり、だからそこら辺がきちっとね取れてくれたらな、痛みが取れてくれたらなっていうのが私の願いではあります。今回もご覧いただきありがとうございました。